WFG。本日は三菱 UFJ 信託銀行 の特別対談ということで、俳優の中井貴一さんをお招きしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。はい、中井さんにはですね、当社の、CME ですね、2015年からご出演になっていただいてるんですけども、はい、信託銀行に対してどういうイメージをお持ちになっていらっしゃいますか。僕は結構昔から三菱 UFJ 信託とお付き合いが実際あるんですけど、はい、CM をやらせていただいてからちょくちょく、友人だったりとか、先輩だったりとかに、その銀行とさ信託銀行の違いは何なのっていうのを結構聞かれるんです。はい、ですからいやそれ細かく話してほしい、いや大雑把でいい、どっちがいいっていうと、みんな大概大雑把に話してくれって言うんですけど、要するに信託銀行っていうのは銀行業務以上にもっとその生活に密着した、お手伝いを銀行がしてくれて、要するに信じて託するってことなのよって言うと、あそういうことなのってみんな結構納得してくれて、はい、行かれる方もいらっしゃるので、そういう意味ではなんかCM をやらせていただいたおかげで、こう自分自身も信託について学ぶ機会もありましたし、皆様にご説明する機会もあるので、そういう意味ではなんか面白いなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。当社の宣伝をしていただいているということで本当に助かります。ありがとうございます。とんでもないです。こちらこそ。はい、もともとその企業っていうのも市民の、一人だと思うんですね。でやっぱりこう世の中で生きていくからには、世の中の人と調和してやっていく、社会と調和してやっていく、環境も大事にする、世の中の役に立つ仕事をする、そうしないとやっぱりこう、人間もそうなんですけどね、企業としてこう続いていかないんじゃないかなって思ったんですね。でそれをもう一回原点に帰って、社員には全員でねもう一回よくこう認識してですね、我々は一体こうどうしたら世の中のお役に立てるんだろうかっていうことを考え直そうっていうことでちょっと運動を始めたっていう経緯です。なるべくこういろんな社会課題をですね、ちょっと解決したいなと思ってまして、例えば個人の方が、ご高齢になられて中井さんにも CM やっていただいてる使えて安心っていうんですけども、そういった商品を作っていたりですね、おじい様がですね、お孫さんの教育にお金を贈与すれば、その分はですね非課税になるっていう教育資金贈与信託っていうんですけれども、そういった商品なんかを作ってですねご提供するようなこともしております。それは個人 のサービスですね。企業さん向けにはですね例えば今企業は皆さんは ESG 脱炭素のお取り組みとか結構やられてるんですけれども、そういったお取り組みのお手伝いをするようなですね、いろんなサービスとか商品を提供しているところです。CM の時に認知機能が多少出た時にその本人ではなく他の人が、お金を下ろすことができるという CM をやらせていただいた時に、僕たちの年齢も徐々に上がってきて、昔は遠い先の話だと思っているんですけど、分かんないよね、分かんないよね、いつ来るかっていう話をする年代になってくると、これいいよねっていうのがこう実感としてこう3人でこう話してるっていうのがあったので、何かやはりそういう、こう人のために何をするとか人が喜んでもらうためのサービスっていうことをお考えになるっていうのは、もうサスティナビリとかそういうことを抜きにして人として僕は必要なことだし、そうあるべきだなっていうのはすごく感じますね。はい、そうですね。僕たちの世界の中のサスティナブルっていうのって本当に難しいんですけども、今本当に、僕自身はその時代劇を残していかなければならないということを割と声高に皆さんにお伝えしてるんですね。で中には中井さん時代劇お好きだからって言われるんですけど、もともとそんなに好きではなく、時代劇を始めたのは早いんですけど、支度がとっても大変なんです。
で特に夏場に時代劇を撮るっていうのは、本当に今夏が昔は20何度とか28度とかだったのが軽々40度近くなるような夏になってしまったので、かつらをつけ、最低でも、準備に1時間以上かかってかつらをつけ外に出て炎天下でやると必然的にかつらが溶けてきてしまうので、それを1回ずつ直しながらワンカットワンカットを積み重ねていくっていうのは肉体的にも辛いですし、精神的にも結構大変な労働になってくるっていうのもあるので、とても、まあ、大変なんですけれども、その裏にあるその日本の文化っていうんでしょうか、女性もそうですし男性もそうですし、古来からある日本の装束である着物というものをどういうふうに着こなしていくのか、その着物を着た時にどういうふうに立ったら美しく見えるのか、そして帯の位置をどこにしたらバランスよく見えるのかとかっていうことをやっぱり僕は残していかなければいけないって思っているんです。それとともに時代劇の中に潜んでいるそのマインドみたいなものも日本人にとっては必要なものだなというふうに思っているので、まあ、これが、持続可能なものとして、次の世代そしてまたその次の世代にきちっとした形で残ってくれるっていうことを望んでいるのが僕の中のサスティナブルなのかなというふうに思ったりはします。ね、お話がありましたけど、そのやっぱり本当に夏の撮影っていうのはすごい大変なんだなって初めて分かりましたね。私時代劇大好きでですね、着物なんかも大好きなんですけど、それだけじゃなくてですね、やっぱり時代劇に出てくるそのなんていうんですかね、あの真偽を大事にするとかですね、あのお金だけじゃなくてやっぱりこう義理とかですね、人情とか、私はそういうのがすごい大好きで、まあ、ぜひそれは残していただきたいですし、多分海外の方にもものすごくやっぱりあの尊敬されると思うんですね。さっきおっしゃってましたけど、やっぱりそういうこう、まあ、日本のいい伝統あるいは文化、まあ、それを残すっていうのもサステナビリティだと思うんで、あのぜひですね、やっぱりあの、まあ、さっきね大変だとおっしゃったんですけど、やっぱりこう企業としてもそういうのをこうちゃんとサポートしなきゃいけないなと思ってますし、まあ、社会としてもねそういうのがちゃんとこう続いていくっていうかですね、はい、そういうのにはあのきちんとやっぱりあの社会全体でねそういうのを残すようにこうバックアップしないとねいけないんじゃないかなと思いますね。信託っていう仕組みはそのまあ、あの誰かに頼んで何かをやってもらうっていうそういうまあ仕組みなんですね。でしたがってその、まあ、頼まれた方はあの、当然その人に代わってやりますんで、プロの仕事をしなければいけませんし、まあ、その人を裏切っては絶対いけないんですね。そういう意味ではすごくその信頼が大事な仕事になります。難しい言葉で言うと忠実義務っていうんですけれども、まあ、その信じて任されたっていう人がやるそのきちんとした仕事っていうんですかね、まあ、それ の, その信頼感っていうんですかね、まあ、それを一番大事にやはりあのしていきたいなって思ってますね。サスティナビリティという言葉が言葉だけで終わらないようにしなければならないっていう、せっかくここにそうい う, こうみんなの意識が生まれたならば、それを本当に自分の生活の中に根ざしたもの、それは、地球環境っていうものを考えて、自分たちは今この時代に生きてるけど、僕たちは通過点で次の人たちにバトンを渡すために今いるんだって、僕たちで完結するものではない、それが次の世代にバトンとして渡されていくんだっていう意識をやっぱり常に持つ、これが仕事でもそうですし、今僕が住んでる土地っていうのは、買った土地かもしれないけれど、この土地はいつか誰かの土地になるんだという意識で、この土地をどういうふうに木を生かすかとか、そういうことを考えて本当 に密着した生活に密着したサスティナブルを考えていけるようになることがサスティナブルかなっていうふうに、はい、思っているんですけど、そうですね、八死が早く亡くなっていたので、本当に、まあ、今で言えばシングルマザーというんですかね、祖母と母と姉と僕のその4人で、まあ、暮らしていたんですけども、ですからそのものすごく女性が作ってくれる家庭っていうのは守備力が強い、
攻撃力というよりは守備力が強い家庭の中で育ったんですが、多分その父がいない分あなたは男なんだからっていう意識を女性に持たされていったんですね。ですから成績がいい悪いっていうのは二の次だって、あんたが人に対してそういうことをするっていうのは私は絶対許さないっていう教育を親から受けてきた、すごく厳しい母だったんですけども、そのことだけは曲げないで育てられたっていうんでしょうか。ですから、いいことと悪いことだけは分かりなさいって、足し算が多少分からなくても、いいことと悪いこと分かりゃそれでいいっていう割に随分勉強はできないと怒られましたけどでもそのことを親から強制されたことが理論ではない部分の自分の道徳感みたいなものにはなっていったなというふうに思ったので、だからそれはこれからの世の中でもっと大切になっていくことなのかもしれないなというふうには思っています。そうですね、まあ、いい話ですね。人間で一番大事なことだと思いますね。 そうですね、はい、そこがあればいい社会が築けていくような気がするんですけどね、なるほどですね。中井さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。いろいろお話を伺うことができました。中井さんのお話を伺って、やっぱりこう、まあ、伝統とかですね、まあ、文化とか、まあ、あるいは生活もそうだし、まあ、なんていうんですかね、まあ、教えとか家庭とかですね、まあ、そういったのを、まあ、いいところをですね、次の世代だったりに残していく、まあ、つないでいく、まあ、そういったことっていうのがすごく大事だなってお話を伺って本当に思いました。でやっぱりまあ、サステナビリティって、まあ、なかなか難しいんですけど、まあ、やっぱりこう、まあ、社会と調和していく、まあ、いいものは残していく、まあ、そういった活動っていうのはね、やはりまあ、これから その限りある地球だったり、まあ、そういった中ではすごく大事になるんだろうなと思ってまして、まあ、信託銀行もですね、まあ、魅力なんですけれども、まあ個人の方あるいは企業の方にですね、企業人としてですね、企業市民として、まあ、いろんなサービスとか商品を提供してですね、まあ、少しでもそういった調和のある社会とかサステナブルな世の中につなげるようなですね、取り組みを本当にしていきたいなと思ってます。はい、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。